今日はペヤングの極激辛カレーソースを何分で食べれるかそんな挑戦をしたいと思います。もう湯切りしてきたのでソースをかきます。おー、いい香り。なんかいろんな YouTuber さんがさ食べていてね、めっちゃ辛そうだったの。いやいやいや、そんなでもないでしょ。そんなもうリアクション上手だからしてるんだろうなと思ってさ見てたのよ。あ、香りはいい香り、安定のカレーです。混ぜ混ぜしますね。私は辛いものは結構好きなんですよ。普通の人よりは辛いの得意だと思うの。七味じゃなくて一味をねいつも使ってるし、わさび、からしも好きだし、カレーもね辛口大好きだからいけるんじゃないかなと思ってんだよな。結構量あるこれはさ何分で食べようかっていう挑戦なんだけど、こんなに量あったっけペヤングって。もうペヤングのね普通のソース焼きそば大好きなんですよ。よくいただくんです。こんなに量あったっけ、食べれるかな。食べれるな私だったら。さっき別の動画でさキャベツをね食べたからいっぱい。よし、ふわ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 、熱いのかな。今日はね、そうそう辛いみたいなので一応豆乳と、これ私の好きなバーモントカレーパウダー、甘口ね、甘口パルメザンチーズ用意してます。でもしどうしてもダメって言った時はこちら開けとこ、飲んだりとかしていただこうと思います。ゼロね。じゃあスタートします。よーいスタート。じゃあ何をやってんだろう。いただきます。出るのかな。まず辛さ、辛い、これは辛い。あのね、すぐ辛さがやってきた。でも美味しいんだよ、美味しいけど全部いけるかな、頑張ろう。美味しい、辛いけど美味しい。これは止まってられない。チーズかける。これは辛い。食べられるのかこれ。私絶対食べれると思ってたんだよね。全然平気だと思ってた。じゃあさ、もうさ手食いはやめよう。止める。2分30秒でも、あ、止まると止まるとね、ベロがねすごい痛い。どうしよう。辛い、舌が痛い、豆乳が止まらない。なので鼻水も止まらない。水にさらして洗ってきました。味もなくなってるかな。どうだ、粉チーズをかけて。いただきます。もう時間なんか計ってる場合じゃなかった。すごい、みんな命をかけてやってるんですね。じゃあいただきます。おいしい、水で洗ってきたらおいしい、めっちゃおいしい。多少辛い、辛いけどでも口の中がもうおかしくなってるからあ、おいしい。うんよかった。辛いけど範囲内の辛さ。鼻水出てきたから消し取ってくる。いただきます。熱くないのにふーってやっちゃう間違えた。おいしい、これはおいしい。普通のペヤング、うん、ソースを取ったら、激辛ソースを取ったらめっちゃおいしい。あともう少し、ペロッと食べちゃった。辛いけどね。辛いけど完食。私すごい、ごちそうさまでした。ファミリーマートの新商品スフレプリン、辛い辛い、甘いな。可愛いでしょ、可愛いでしょ。こちらをいただいて
落ち着こうと思います。今日はありがとうございました。いただきます。かわいいやついただきます。うん、パンダさんかわいそうだけど美味しい。うん、チャンネル登録、高評価の方、ぜひよろしくお願いします。佐竹でした。今日初日のリハで頑張ってます。いい感じです。バーマスでギターの鈴木まさきさん。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。お世話になってます。よろしくお願いします。かわいい。エイジさん。はい、よろしくお願いします。お願いします。素敵なピアノを弾いてくださいます。一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。27日土曜日に行います私美里亜紀の配信ライブは13時スタート、スターパインズカフェさんからお届けいたします。ぜひ気軽に覗いてみてください。お待ちしております。美里亜紀でした。